モハメド・ヘシミ・ハムディは、チュニジアのジャーナリスト、メディアを手掛ける、実業家、政治家。ロンドン在住。政党、人民の生願の設立者、代表。英語では、モハメッド・ヘッチミー・ホムディ、モハメッド・アル・ハチミー・エール、ハミジ、ヘッチミー・ハムディ、ハミー・ホムディなどと表記される。スイディブジドに生まれる。チュニス大学で、アラビア語とアラビア文学を学び、 1985年に学士号を取得。その後、ロンドン大学、東洋アフリカ研究学院で、アラビア文学、アラビア史、現代イスラム研究を専攻し、1990年に修士号を取得した。その後、同期間で現代イスラム研究の分野で研究を続け、1996年に博士号を授与された。ロンドンのアラビア語に関し、 アシャーク AL オーサットなど様々な新聞や雑誌に記事を寄稿後、1993年に自身の週刊誌、AL マストキラを創刊。続いて1996年に年4回発行の雑誌、ザ・ディプロマットを創刊し、1999年に衛星テレビ放送、AL マストキラ2005年には第二のテレビ放送、デモクラシーを設立した。 1980年代前半から1992年に辞任するまで、チュニジア系イスラム教徒率いるアンナハダ運動に参加。その後、当時のザインアルアビディーン、ベンアリー大統領やその政党、立憲民主連合と密接な関係を構築したと言われる。ジャスミン革命後の2011年3月、ハムディは、政党、自由、まさヨシ、 発展のための人民の生願を結成。前述のテレビ放送局、AL マストキラを通じて、同政党の宣伝活動を行ったほか、チュニジア大統領選に立候補することを発表した。11月11日、反応職委員会は、ハムディが2009年12月に、ベニュアリー大統領に送った書簡の内容を公表した。その書簡の中で、 チュニジアの民主的発展を取り上げたテレビ番組制作のオファーをハムディが出していた事実が発覚し、彼の放送局がベンアリー政府から多額の広告収入を得ていたことを認めるに至った。2012年2月4日、ハムディは人民の生願と密接な関係を持つ新保守党の幹事長に抜擢された。ありがとうございます。